今日から2日間よしこが親の実家に帰省する。思考も行動も読めない獣がそばにいない休日、思う存分満喫させてもらう。ん？友達いなくて寂しいだろうから犬置いてくれ。おい待てアホ、ふざけんな。餌と散歩はやるが遊んだりはしないぞ。俺はヨシコ含め獣が嫌いだからな。俺の言ってることがわかるのか。本当は嫌いじゃない。嘘だ。ヨシコより言葉が通じる？って何考えてるんだ俺。所詮ヨシコと同じ獣だ。俺は今から部屋で映画を見る。お前はそこを動くな、吠えるな、いいな。そんな目で俺を見るな！この映画は何度見ても素晴らしい。特にこの別れのシーンが。なっ！お前まさかこのシーンの良さがわかるのか？マジか！ヨシコなんて大爆笑したんだぞ！信じられるか！この映画に点をつけるなら、やるじゃん！もしかして犬でも分かり合えるというのか。あっくんが犬と浮気してる。はっ！もうそんなに寂しかったのね。途中で帰ってきて大正解。このアホ、なんだよ浮気って。だって犬と仲良くしてたじゃん。いや、こんな獣と仲良くなんてなるわけないだろ。しまった、つい。仕方ないって、あっくんと仲良しになるのは私以外には難しいから。違う、そんなつもりじゃ。待って、違うんだ。ほう、え、何が。いやだからその、え、あ、それは。また遊ぼうな。え、あっくん疲れ